に足まで伸ばします。戻します。右側に軸ができた感じします。そうなんですよ。これがね、いわゆる二軸の片っぽ側。じゃあ左も軸作ってみたらどうなりますかね。めっちゃ高いです。はい、トヨタマスカルデザインの古川です。ダンスを10倍うまくする、コラボセミナー第2弾単語編、来月のですね、10月6日に、武田ダンススクール、ね、開催することになりました。西尾浩一選手、初めてお会いした時には25歳の青年でした。まあ、私もね、30過ぎぐらいでバリバリやってたわけですけれども、気がついたらね、目尻にシワが、おでこにシワがね、そんな、年になりましたね。油の乗り切った2人がお届けするコラボセミナー、こうご期待ですよ。もうこれ以上伸びないんじゃないかなって思ってる方はぜひいらっしゃってください。まだまだ伸び幅ありますよ、ね、でその伸び幅を邪魔しているのは体に染みついた体壁というものですね。大人を長くやってるとね、仕事だなんだで体に癖がつくんです。それがね、足を引っ張って若い時みたいに動けなかったりするんですよ。でもね、その動きっていうのは結構簡単なことで取り戻せたりするもんです。第1弾のですね、セミナーの模様ダイジェストでちょっとご覧ください。ワン、ツー、スリー、4から手を回す。で、この中でこれ安定させる感覚を欲しいです。はい、まあ、1個は関節なのか、それともこの動きなのか。一つにもし集約するんだったら、これかなと思いますね。皆さん、制限付きしちゃったことあります？ないですね。で、ここから斜め下に今度突き出してもらいたい。下の腰の回転で手を突き出す。うまくいったかどうか、こうやって回し目は分かります。これも回転がすごく楽なんですね。この状態でちょっと動いてもらいたいんですね。ここが、セリ、セリ、ここが、セリ、セリ。もうやっぱりいいですね。ありがとうございます。こんな感じでね、賑やかにやらせていただきました。今回はですね、朝10時から3時間半の講義になります。私のですね、チューニングでモビリティをしっかり上げて、そしてバランス能力もグンと引き上げた状態で、西尾先生のレッスンをお受けいただくと。当然ね、動ける状態でトレーニングしますから、まあ、スキルの向上も早いですよ。あ、そういうことかっていう気づきをどん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 吸収していただける、そんな仕組みをですね、凝らしたセミナーになります。お申し込みはですね、概要欄に情報を載せさせていただきますので、そちらをぜひご確認ください。ダンスめちゃめちゃ上手くなりたい人、そして試合で勝ちたい人、待ってますよ。